大塚耕平君。国民民主党新緑風会の大塚耕平でございます。今日はお手元に、生命保険会社の決算概要を配らせていただきました。最近政府はそれほど経営に大きな心配もないのであまり財務諸表を見ることもなかったんですが、令和3年3月期の数字を拝見して一つ二つお伺いをしたいと思います。これを見ますと3年3月期の臨時損益が、それまでのトレンドと比べると結構大きな金額になっておりますが、まず、前年度に比べてかなり悪化している理由について、お聞かせください。金融庁栗田監督局長。お答え申し上げます。ご指摘のように、令和3年3月期の臨時損益は、生保会社全体では前年度に比べまして、5026億円悪化をしております。この臨時損益には、危険準備金の繰り入れ繰り戻しですとか、追加責任準備金の繰り入れなどが計上されるわけでございますけれども、この令和3年3月期の臨時損益の悪化につきましては、主に一部の生命保険会社におきまして、この低金利環境が継続する中で、財務基盤強化を図るために、追加責任準備金を繰り入れたという影響が大きかったというふうに承知しております。大塚耕平君。一部のというお話でしたが、大手はみんなそういう同じような対応をしたのか、特定の数社がそういう対応をしたのか、それはどちらでしょうか。栗田局長。お答え申し上げます。その点で申し上げますと、特定の数社が対応したということでございます。大塚耕平君。それは社名までは聞きませんけど、何社のことであって、それは有価証券とかで何か損失を被ったからという理解、あるいは被りそうだからという理解でよろしいですか。栗田局長。お答え申し上げます。実は一番大きく繰り入れたところで、6000億円弱を入れておりますので、ほぼこの1社かと思います。あと若干繰り入れているところもありますし、逆に、そうでないところもあるということでございますけれども、この大手の1社につきましては、特に大きな理由があるというよりは、この全体として低金利環境が継続する中で、将来を見据えて財務基盤を強化していくという趣旨だというふうに承知をしております。大塚耕平君。一社ということであれば、ディスクロージャー資料を見ればどこか多分分かるので、差し障りがなければ社名も後で言っていただければと思うんですが、そうは言っても、大体どこでも同じような経営判断をする傾向の強い金融界において、この1社だけが6000億も先々に備えるというのは、もちろん個々の経営判断でそれは許される話ですが、監督官庁の金融庁としてはどういうふうにこの決算のその対応を理解しておられますか。栗田局長。お答え申し上げます。まさにご指摘のとおりで、この臨時損益といいますか、追加責任準備金の繰り入れ額につきましては、経営判断によるところが大きいというふうに考えておりますけれども、ちなみに申し上げますと、今回たくさん積んだ会社につきましては、その前の年は額が非常に小さかったということでございまして、それぞれの経営判断、経営状況を踏まえて、こういう追加責任準備金の繰り入れを決められておると思っておりますけれども、総体として何かおかしなことが生じているというふうには考えておりません。大塚耕平君。その積みました責任準備金は、例えば有価証券なんかで損失が出たときにも使えるものですか、そうではなくて、本業の責任準備金という理解でいいですか。栗田局長。例えば、有価証券のロスが出たような場合は、キャピタル損益ですとか、特別損益の方に入ってくるというふうに考えております。大塚耕平君。
わかりました。ということは、その6000億は、そういう運用に絡む何か備えということではないというふうに、今はとりあえず理解しました。でちなみにそのキャピタル損益がその上の行を見ると、まあ、例年、このところずっと業界全体では損失が出てたのが、3月期は、去年の3月期は4948億のプラスになっているのは、これは前年ないしはそれまでの傾向と比べると、どういう理由からでしょうか。栗田局長。お答え申し上げます。このキャピタル損益につきましては、有価証券の売買損益などが入ってくるわけでございますけれども、ここにありますように、2年3月期の数字が非常に悪くなっております。これは2年3月にかなり債券相場、株式相場が乱調でございまして、その影響が出て、かなりキャピタル損益がマイナスになっておると。で逆に3年3月期につきましては、その時にボカが下がった有価証券を売却したことなどがありまして、その分 の, 有価証券の売却益がかなり出たということでございます。大塚康平君。それではその有価証券に関連してなんですが、その表の下の方に見ると、総資産があってですね、政府全体で412兆円ということになってますが、この412兆円の内訳ですね、このうち外国有価証券がどのくらいあって、その外国有価証券のうち、発行体がロシアの関係であるものがどのくらいあって、ロシアルーブル建てというものがどのくらいあるか、補足できている範囲でお答えください。栗田局長。令和3年3月期におきます製法会社の総資産412兆円でございますけれども、そのうち有価証券は343兆円でございまして、その343兆円のうち、外国有価証券は106兆円となってございます。そのうちですね、発行体がロシア関係のもの、あるいはルーブル建てのものについては、これは各社が公表しておりませんので、詳細に申し上げることは控えさせていただきますけれども、われわれが承知している範囲では、最も多く保有している保険会社でも、このロシア関係の有価証券というのは、有価証券全体の 0.1% 未満であると。いうことで極めて少ない額であるというふうに承知をしております。大塚康平君。ロシア関係が少ないであろうということは、それは懸念が一つ減ってよかったと思いますが、久しぶりにこの財務省表を拝見して何点かお伺いしているのはですね、その背景には我が国の金融政策の運営の結果としてですね、今水面下では相当のバブルも発生しているし、この低金利、低利ザヤの中で、通常の銀行、金融機関のみならず、政府もですね、いろいろ経営に無理をしてきている面もあろうかと思います。だんだん過去の景気の変動、何回も経験させていただいた年齢になってきてますので、今のその金融緩和の状況と、なんとなくべたなぎのように見える金融機関や政府会社の経営、しかし、世界はこれだけ激変しているというとですね、往々にして過去振り返ると、リーマンショックの時の CDS もそうですけれども、こんなことが起きてたのかという、金融事象が、急に明らかになるということが、往々にしてありましたので、ぜひですね、金融庁においては、相当アブノーマルと言っていいかどうか分かりませんけれども、過去の何回かの場面と比較して、同じようなこと、あるいはそれに類する新たな何かの現象が起きていても、不思議ではない環境がもう整ってますので、数字の動きやその中身に関しては、しっかりフォローアップをしてですね、今回の法案のこの
政府のセーフティーネットなど発動しなくてもいいような状況を維持していっていただきたいと思います。で、ちなみにその日本の製法業界においてはですね、外国製法は日本法人としては確かゼロになってしまったというふうに理解しておりますけれども、その外国法人がその日本法人化してゼロになったのか、それとも外国保険会社にとって日本の市場は全く魅力がないのか、その辺は金融庁はどういうふうに見ておられますか。はい、栗田局長。お答え申し上げます。最近5年間の動きを例えば見てみますと、この2017年以降ですね、新規に我が国に進出した外国生命保険会社というのはございませんが、支店形態から現地法人形態に移行した社が3社ございます。これによって支店形態の外国生命保険会社というのはゼロになったということでございます。他方ですね、日本の生命保険会社に対して株式を売却して撤退した先が2社ありまして、さらに株式を一部譲渡として日本企業の子会社となった先も1社ございまして、全体として見るとそれぞれの経営判断によって動きがありますけれども、全体的にはあまり大きな動きになっていないというふうに考えております。大塚耕平君。今日はもう大臣には質問する機会がなくなりましたので申し訳ありませんが、最後にもう1点だけ、その日本法人化している外国資本の保険会社の中に中国系のものはありますか。時間ですのでお答えは簡潔にお願いします。栗田局長。お答え申し上げます。最近5年間ではそのようなものはないと承知しております。いいですか。はい。浅田